皆さんこんにちは。2022年本試験徹底検証会所得税法担当はレック専任講師成瀬です。よろしくお願いします。はい、では、私の方からは所得税法のですね、回答解説を行っていきます。はい、では、問題に沿ってですね進めていきたいと思います。はい、ではまず理論です。問1、次の括弧1括弧2について説明しなさい。中書きとして各所得及び所得控除の概要については説明を要しないという中書きと、租税条約に関する事項は考慮する必要はないということですね。でもそれを前提に括弧1、日本国籍を有しない A は令和2年5月1日に日本に初めて入国し、現在まで引き続き日本国内に住所を有している。A が令和4年12月31日まで引き続き日本に住所を有し、令和4年分の確定申告をする場合、所得税法上 A は、居住者非永住者以外の居住者、居住者非永住者または非居住者のいずれに該当するか、その理由も合わせて説明しなさいという問題ですね。でまたその場合の A の課税所得の範囲及び申告において適用される所得控除の種類について説明をしなさいということですね。はい、でまあ括弧にも似たようなちょっと状況を変えたですね、ような設問でした。で括弧1に関しては、まあ、こう書いてありますけれども、こちらをですね普段から学習している個別理論集ないしは、テキストですねの方の定義に当てはめていければ、非永住者である居住者っていうところでたどり着けるかと思いますので、非永住者である居住者ですね、を書いていくと。でこの課税所得の範囲ですね、こちらに関してもテキストで学習しているところかと思いますので、まあ、そちらを簡潔に書いていく。所得控除のところもですね、で中学に所得控除の概要については触れなくていいっていうふうに言ってますので、あくまでどの所得控除が対象なのかというのをこう簡潔に何控除何控除というふうに書いていけばいいというふうに考えます。まあ、居住者なのでね、全てですね括弧1の方は。はい、で括弧2、日本国籍を有しない B は、内国法人 C 社に15年間勤務していたが、令和3年12月に5年間の予定で C 社の海外支店勤務となり、納税管理人を定めて出国した。B は日本勤務中に住んでいた自宅を令和4年1月から C 社へ社宅として賃貸し、 C 社から賃貸料を得ていると、この場合 B の令和4年分の確定申告等について、以下の 1から3の事項をそれぞれ説明しなさい。でこちらもまあ1、2、3と簡潔に答えていくという内容ですね。でなお B は出国後日本国内に住所及び、居所を有しておらず、国内に親族や上記自宅以外の資産を有していないということですね。でまあ、日本国内に住所居所がないということなので居住者ですね。はい、それがまあ丸一番の回答ですね。はい、で丸二番です。 B が得る賃貸料について課税方法を説明しなさいということですね。こちらも非居住者ということですので、非居住者ですと国内源泉所得のみに課税ということになっていくわけですけれども、
日本にあるマンションのですね、賃貸料なんで、こちらについては国内源泉所得ということで、まあ、課税をされていく。でその課税方法ですね、まあ、こちらも、テキストのところで学習しているところですね、20.42% の源泉徴収の対象、というところです。はい、丸3。 B の申告において適用される所得控除の種類について説明しなさいですね。こちらも簡潔に所得控除、何控除何控除というふうに答えていくというところです。はい、で居住者ですので雑損控除、寄付金控除、基礎控除というところが回答になっていきますね。はい、まあ応用論点、居住者非居住者という話ですので応用論点ではありましたけれども、まあ、いずれもですね、個別理論集ですとかテキストのところで、学習しているところですので、的確に肯定義に当てはめて、簡潔に答えが書けたかというところがポイントになるかと思います。はい、では問い2ですね。純損失の繰り戻しによる還付請求について制度の概要、適用要件及び還付請求をする際の手続きを含むを説明しなさい。なお回答にあたっては事業の廃止があった場合の還付請求についても説明することというところで、制度についてですね、全体的に説明をしていくという問題、個別理論ですね、本当に典型的なこの制度について説明しなさいという理論でした。でレックですと個別理論集の50番に、繰り戻し還付についてありますので、まあ、そちらを的確に、そのまま書いていくというところで、回答になったのかなと思います。はい、そうですね。で上記を踏まえ、上記すみません、今のところを踏まえてですね、問1のところのボーダーをレックの方では、問1ですねの方はボーダー16点、合格確実が21点と考えています。まあ、16の21ですね。で、問2の方がボーダーが19の合格確実が23というふうに考えています。はい、まあ、全体的にですね、理論は例に比べると難易度はさほど高くなかったかなというふうに思いますので、確実に、取れるところを取っていきたかったかなというところです。はい、では計算の方に移っていきます。はい、第2問計算です。今回はですね、例年の中では珍しく計算問題としては総合問題が1つという構造でした。はい、で回答にあたっての注意点、まあ、読みませんけれども、しっかりまあこういうところを読んでですね、切り上げですとか減価償却の計算の切り上げとか、この辺しっかりと拾っていきたかったところですね。はい、では問題見ていきましょう。はい、青色申告者である居住者高65歳の、令和4年分の所得税等の計算に関する事項が1から6ですと。でこれらに基づき、まあ、各段階ですねを問題文及び答案用紙の指示に従って、回答していきなさい。高の本年分の所得税等の確定申告により納付すべき所得税の額、または還付される所得税の額を計算しなさいと。でなお、譲渡所得の特例に関し必要な申請確認資料等の交付は適正に行われている前提で、消費税は考慮する必要がないですとか、確定申告書は
取引を正規の簿記の原則に基づく、貸借対照表や損益計算書とともに法定申告期限までに e-tax で、提出されるものですと。はい、では前提はこんなところで、次ですね、資料1番です。はい、甲は本年1月31日に甲の母から相続したアパート、8部屋で事業的規模以外ですと賃貸のように供しています。でこの賃貸に関し作成した PL が次の通りです、はい、でなお、家賃は翌月分を当月末日までに受領する契約で、甲の母の準確定申告の時には家賃の契約によるこれですね、家賃の契約による支払い日を収入計上時期として、適正に行われているということなの で、 で1月末が母ですから、1月末受け取りの2月分ですね、そこまでは、ね、母の方で計上済みだということになります。で甲は一方で期間対応基準によって収入計上を行っていきますよということです。で2番ですね、はい、甲の母の相続人は甲と甲の姉の2名です。すべての財産及び債務について遺産分割協議が、本年3月31日に確定しましたと。でアパートは、本年4月に甲へ相続する所有権移転登記が行われているですね。ですのでそこからこのアパートですねから生じる所得は分割確定、遺産分割協議、遺産分割確定までは相続分でこう分けると。で遺産分割確定後ですねについてはそれに従うという形で所得税の集計、計算をしていきます。はい、で3番のところで家賃収入の情報がありますけれども、はい、1月末受け取り、2月分は母の方で計上済みだということなので、これはもうこうでは取り込んでいきませんね。で、本年3月分っていうところをこうは取り込んでいくわけですけれども、ここに関しては、分割協議の確定前の分ですので半分ですね、相続分の半分をこうの方で収入にしていきます。はい、で括弧3、翌年1月分の家賃で、甲は期間対応基準なので、これ翌年分って言ってますから、翌年分の収入ですね。で、括弧4、前年の未収家賃の回収額、こちらについては前年計上済みなので、回収が今年であったとしても、今年の収入ではないとなっていきます。はい、では4番。PL の雑収入には次のものが含まれている、というところで、括弧1、損害保険金収入で、20万ですね。本年8月の台風で壊れた物置の損害を補填するためのものですということで、損害の補填の資産のですね、損害の補填ですから、こちら資産損失からマイナスしていくというふうな取り扱いになりますね。はい、結果的に今回は差益、保険差益になりますので、そのはみ出た保険差益については非課税という形になっていきますね。括弧2、修繕負担金。本年6月に退去した部屋の原状回復費用のうち、賃借人の負担額7万です。はい、こちらについては、費用のマイナス、経費のマイナスですね、原状回復費からマイナスするという形になります。はい、で括弧3、敷金です。敷金というと基本戻ってくるものなので、収入じゃないよというふうに、
講義の中でもやっているかと思いますけれども、はい、こちらは本年7月に、入居があった部屋に、かかる敷金で、退居時に半分は焼却する契約だよと。もう出ていくときにはいずれにしても焼却する、まあ、つまりもらいっぱなしになると、河野立場から言うとですね、ということですので、もうこれは半分もらえるよっていうのが確定している収入ということになりますので、その半分ですね、この敷金の半分の額をすで、に確定しているので、本年のところで、収入にしていくという形になります。はい、では5番、PL の租税効果には次のものが含まれていると。で、括弧1、アパートにかかる相続による所有権移転登記、まあ、これ業務用ですので経費でいいですね。で、括弧2、甲の母の準確定申告にかかる所得税が210万ですね。こちらはまあ、所得税ですし、その母の分ですし、この甲の方では経費にはなりませんね。はい、では次のページです。はい、不動産所得について6番、損益計算書上のその他諸経費には次のものが含まれているが、それ以外は項の必要経費として適正に計算されたもの。はい、まあ、じゃあ見て、ということで見ていきますと触れておきたい、括弧3ですね、未収家賃の貸し倒れ損失です。令和2年分の未収家賃を、未収家賃を相続により承継したものであり、滞納者の破産手続き開始の決定に伴い回収不能が本年に確定した分ですということですね。で、こちらに関しては、事業的規模ではありませんので、この令和2年の収入がなかったものとみなすということで、その旨のコメントを回答欄に書いていくというのが、回答になりますね。はい、では7番、減価償却関係ですね。はい、甲の母から相続したアパートにかかる減価償却に関する資料が次の通りです。はい、それでですね、まあ、建物付属物置っていうのを、まあ、相続しているよと。で、取得事業許容日っていうのは平成24年っていうふうに書いてありますけれども、はい、下の注書きですね、相続したものですので注意点がありますね。甲はアパートの賃貸にかかる減価償却資産の減価償却方法について定率法の選定の届け出を適正に行っていると。未償却残表のうちの未償却残は甲の母の準確定申告書に記載された本年1月末日のものですということですね。で、物置は器具備品で台風により全壊しているということですが、まあ、まずちょっと前段のところですね、定率法の届け出してるよっていうことなんですが、この取得日ですね、相続した減価償却資産に関しては取得日はあくまで甲が取得した令和4年ですね、令和4年っていうところで取れる方法を考えていきますので、
建物はもちろんですし、付属設備も定額法のみの時期に、かかってきますね、令和4年だと。取得日については実際に公が取得した令和4年で方法を考えていくと、減価償却の方法を考えていく。ただ、取得価格未償却算は、相続ですので引き継いでいくという形で計算を組んでいきますね。そしてまた一ひねりあってですね、減価償却、そのように計算していくわけですけれども、今回は分割協議が3月31日に確定してますので、2月と3月については、そこから生じるものに関しては、相続分で配分をしましょうということですので、2月3月に関しては減価償却費も、公の分は2分の1ですね。で4月以降 100% 計上していくというところが、ちょっとややこしかったところですね。冷静に考えると、あ、そうだなというところかと思うんですが、実際ね、試験の本試験のこう時間の限られた中でやっていると、複雑に感じるところだったかなと思います。はい。で、物置のところですね、直書きのところですね、中書きの直書き。物置は器具備品で全壊だよ、8月に台風があって全壊、この情報雑種類のところにもありましたよね。でこれに関して、1月末の母価が与えられてて、そこから台風までの8月の減価償却費用を引いて、8月末の母価がですね、資産損失になっていくわけですけれども、すでに1月末で13万しかありませんので、20万の保険金受け取ってますので、8月末の母価が基本的には資産損失になっていきますが、20万の保険金を受け取ってますので、差益が出まして、さっきも言いましたけれども保険差益に関しては非課税という形になります。はい。で、ちょっとまだこれから見ていきますけれども、資料2番のところで事業所得の話がありますので、不動産所得自体はですね、この人、事業的規模じゃないということですけれども、事業所得やってる人なので、青色控除、青色申告の特別控除については65万ですね、e-tax もやってるということですので、はい。では資料の2番ですね、はい、公は寿司店を経営していたが、いわゆる等価交換方式によるマンション建設のため、店舗併用住宅およびその敷地をデベロッパーに売却し、本年7月末に閉店しているということです。で呼び飛ばしたマンションについての括弧書き、租税特別措置法第37条の5に規定する中高層耐火共同住宅に該当するものということですね。ここまで書いてあると特例についてはピンときたかなというところですね、譲渡所得の。はい、まずはちょっと事業所得について、確認していきたいと思います。で2番寿司店についての PL が与えられているよと。で3番ですね、売上高には次のものが含まれていない、括弧1自家消費です。新型コロナウイルス感染症の拡大によって本年1月に休業した際に自家消費した食品、の、販売価格は75万6千円、仕入れ原価が50万ですということですね。はい。で、これ、自家消費ですので、仕入れ価格と、販売価格の 70% ですね、いずれか多い方を収入に上げていきます。今回は75万6千円、売価の7割の方が高く、50万よりね、高くなりますので、そちらで収入に
含めていきます。次、括弧に在庫処分。閉店時に冷凍マグロを近所の住民に2万で販売してる、この冷凍マグロの販売価格は普通は6万円だけど、もう閉店で持ってても腐っちゃうしということで2万円で売ったということですね。で、仕入れ原価が4万です。劣化はありませんということですね。まあ、この自家消費在庫処分という流れで来るので、まあ定額譲渡かなというところを思いますけれども、まあ、あの閉店時に何というか特定の人ではなくて不特定多数のものへ、閉店だからということでセールしたということですので、特定のものへの利益供与ではないというふうに考えていいかと思います。はい、では次、雑収入ですね。括弧1、雇用調整助成金です。20万。はい、まあ、やはりあのコロナでですね、いろいろとこう有名になったというか、助成金ですとかっていうのが、まあ、最近本試験でも割と例年、出題に絡んできてますね。雇用調整助成金、休業に伴い従業員の前年分の給料を補填するためにためのもので、本年1月に申請をしていると、まあ、去年の分なんだけれども今年1月に申請しているという事実関係です。で、事前の休業と計画届の提出は行われていないっていうところですね。で、これが行われていると前年分の給与に充てるものだから前年分に助成金も、収入も計上しなさいというところなんですけれども、まあ、行われていないっていうことなので、行われていない場合にはこの助成金の交付決定の日ですね、交付決定の日に収入を計上していきます。で、申請自体今年に入ってからやってるわけですから、でその後交付決定っていうで入金っていう流れなので、申請自体が1月である以上、交付決定も今年、令和4年なので、今回に関しては令和4年の収入にしていくという問題でした。括弧に、事業廃止に伴い小規模企業共済の第一種共済制度に基づき支給をされた、共済金ですね。で、147万7500円ということですけれども、でこれがまあ源泉等された金額でよということですね。でそのまあ源泉足し戻した金額がこちら退職所得になるものですね。小規模企業共済の共済金、退職所得ですね。で、なおこの共済契約は令和元年9月1日に加入したもので、本年7月末までの払い、払い込み掛金の総額が142万円ですということですね。まあ、金額はいいとして、この期間、払ってる期間ですね、令和元年9月1日から本年の7月末、ここを勤続期間として退職所得の計算をしていくっていうのがまあポイントですね、小規模企業共済の場合で、今回はこの勤続期間集計すると3年以下になりますけれども、3年以下だけれども、結局収入引くその退職所得控除はですね300万以下っていうふうに算定されていきますので、まあ、普通に、2分の1ができる退職所得の計算のパターンになりました。はい、では括弧3、業務用冷蔵庫の売却代金ですね。まあ、業務用ですので、売ったら譲渡所得ですね、譲渡所得ですね。で括弧4、所得保障保険金です。河野盲腸の手術のため本年6月に休業した時に、受けた
保険金ということなので、まあ、これは非課税ですね。括弧5、中小企業倒産防止共済の解約金、ね、この共済契約は令和元年6月1日に加入したもので、本年7月末までの掛け金、払い込んだ掛け金総額が69万5000円ですね。はい、今入金のところ見てますので、その共済を解約した入金が70万、これ収入ですね。で、一方で払った掛け金はその時の必要経費ですね。払った掛け金が必要経費になるので、まあ入ってきたものも収入になりますね。で、これ共済金で似てますけれども、倒産防止共済の方はもらったら収入だし、払ったら経費、必要経費ですね。で、括弧2にあった小規模企業共済の方はもらったら退職収入で、払ってた期間を勤続期間として、退職所得控除を取っていく。で、ちなみに払ってた掛け金は所得控除ですね。所得控除ですね、経費じゃなくて、という、今回両方出てきました。はい、では括弧6、養老保険の満期保険金です。はい、200万。この保険は公を被保険者とする20年満期の養老保険であり、保険料は全額公が負担している、ということなので、払い込んだ保険料総額160万ともらった200万の差額が、今回一時所得になるというところですね。はい、6番、給与手当には公の配偶者に対する青色事業占有者給与300万円が含まれているが、公はこの支払いを失念し、本年末時点で未払いですということですね。まあ、基本未払いは必要経費にできませんよっていう規定ですよね。で、まあ、その未払いの期間が普通に考えられる期間であれば、末締めの翌15日払いとかってことは、まあ一応年末時点未払いになりますん で、そういったまあ通常のものであればいいよっていうような考え方も、ね、ありますけれども、まあ、今回はまあ通常でっていうよりも払うの忘れちゃってたよっていうようなまあニュアンスでわざわざ書いてありますので、計上しないのが原則通り、無難かなと思います。で、7番ですね。その他の経費です。括弧1、倒産防止共済の掛け金で今年払った分10万、これさっき言いましたけど、倒産防止共済の掛け金は払った時は必要経費ですね。で、2番目の小規模企業共済の掛け金は払ったら所得控除ですね。で、括弧3、売掛金の回収不能額、取引停止後1年以上経過で、売掛金ですので、売上債権のですね、売掛債権の特例で1円残して損失ですね。1円残して損失ですね。はい、で、まだ括弧4続きがあって次のページです。本年分の所得保障保険の保険料ですね。まあ、こちらについても所得控除ですね。所得控除。はい、では8番です。減価償却ですね。で、公は寿司店にかかる減価償却資産の償却方法について、選定の届けで行っていない。で、平成15年取得ですので、旧定額法で計算をしていくっていう感じですね。
ただまあ7月末で閉店してますので、7月分まで減価償却費を計上していくという形です。はい。で、資料の3番につながっていくわけですね。譲渡のところです。ちょっと読みますと、校は本年9月に東京都特別区に所在する店舗併用住宅およびその敷地を、おつ社に1億で、売却しました。内訳が建物が1000万で土地が9000万ですね。で、校は売却代金のうち1億のうち6000万を現金で持ってて、残りの4000万ですね、残りの4000万を、おつ社が校の譲渡した土地の上に建設する中高層のマンションの一部屋、4000万で買ってるので、内訳建物が3600万、土地が400万を、1年後に取得する予定です。で、取得するんですが、校は校の配偶者と、校の姉とともに老人ホームに入居する予定なので、マンションは買うですね、取得するマンションは賃貸する予定ですということです。で、先にですね、事業所得のところの資料2の最初のところで、寿司店を閉店した下りのところですね、そこで、措置法37条の5に該当するっていうふうに ありましたので、まあ、それが頭に浮かぶかなと。規制市街地等内の買い替えの特例使えるなっていうのは浮かぶと思います。で、あとは居住用でもあるので、そして所有期間が10年、超えてますので居住用部分について3000万特別控除と、軽減税率の組み合わせも使えるかなと。で、残る事業用部分については特定事業資産の買い替えの特例取った方が得か、まあ、前者か後者かっていうところを有利判定をしていかなきゃいけないわけですね。で、3000万特別控除と軽減税率の組み合わせがありますので、結局税額まで出していかないと判定ができないというようなパターンになりますので、適用できる税率も、ね、違いますので、税額まで出して、有利不利の判定をしていくという問題です。ではちょっと回答を移しますね。回答3ページ、はい。まず37条の5の場合ということで、まあ、37条の5の計算式組んでいきますね。お金を手元に残す部分に相当するところに、まあ、課税するという形で、式を組んでいきます。で、次のページ、回答次のページで、もう一つのパターンですね。居住用部分については3000万特別控除等を適用する場合ということで、居住用部分について、まあ、まず切り分けて計算して3000万引いて軽減税率適用してと。で、店舗部分に関しては特定事業資産の買い替えの特例を使うかなというところなんですが、結局やってみると建物は譲渡損だなっていうことが分かりますので、特定事業特例を使わない方が得なので、土地についてですね、特定事業資産の買い替えの特例は土地について、土地についてだけ、適用をしていくという感じで、最後判定をしますと、後者ですね、2の方が税額が低くなるということで、2の方を採用していくというような計算式になります。はい、では問題戻っていきますね。問題は C の7ページです。
い、それでは資料の4番に移っていきます。今度は株式関係ですが、公は A 証券と B 証券に特定口座を開設し、株式の売買等を行っている。これらの特定口座は株式の売買についても譲渡所得についてもですね、源泉徴収を行う申請が行われていると。で、取引報告書の概要ですと。 A 証券の方のこれが譲渡所得ですね。 B 証券の方の譲渡所得ですね。なので、A がプラス出てて B の方がマイナスだよっていう成績でしたと。で、プラマイあるので、わざわざ申告に含めて A と相殺していった方が、このマイナスを A の譲渡所得にぶつけた方が得かなというところで解いていきます。で、その時にこの B の方には配当所得と利子所得もあるわけですね。で、これについての源泉がすでに還付済みなんですよね。なので、それって結局この180万を配当と利子にぶつけたから還付された、消えたから還付されたっていう話なので、この180万を A の方の譲渡所得とぶつけるっていうこと形で改めて使うのであれば、改めて配当と利子は申告に含めていかなきゃいけないですね。はい、そこがちょっとややこしかったところです。資料の5番、公は昨年国外にあるゴルフ場の会員権を売却し、本年に外国所得税を500万円納付しています。で、前年から繰り越された、外国税額控除の繰り越し余裕額が510万ある。で、本年における国外所得はなかったということですね。で、ということはこの去年から繰り越されてきている510万っていうのが枠ですよね。引ける枠の繰り越しが510万あるの で今年納めた税額が500万っていうことですから、今年のところで500万控除していけますね。はい、では資料の6番、最後ですね。最後、所得控除関係です。公が本年中に払った医療費関係、特例は適用しないという前提でした。で、盲腸の治療にかかる医療費が25万かかったということ で、これにかかる、高額医療の還付を令和5年の2月1日に8万円受けてるということですね。医療費にかかる保険金ですとか、こういった還付については、それと医療費と対応させて、引いていくっていうイメージですので、令和4年中に還付がなかったとしても見込み額でも引きなさいよというふうになってますよね。ですので、この受け取りは令和5年になってたかもしれませんが、8万円は当期のと、本年のところから引いていきます。で、括弧に公の母の治療にかかる医療費40万です。で、このうち10万は、相続税の債務控除の対象としているということですが、債務控除の対象としていてもですね、公が負担したものであれば医療費控除も取れるということですので、そこがちょっと引っ掛けでしたね。はい、あとは次のページいきます。はい、次のページの3番です。ふるさと納税ですね。はい、公は令和3年中、去年ですね、前年にふるさと納税を55万していて、総額 30%、 55万の 30% の返礼金を、今年受け取ったよということですが、なのでこの55万の3割のですね、金額が今年のところで一時所得。最近割とふるさと納税も出ますよね、試験ね。ですので大丈夫だったかなというところですが、
そもそもの寄付金控除の方は、寄付したのは令和3年中ということなので、令和3年中のふるさと納税なんで、本年の寄付金控除はなしですね。去年受けてるはずということになります。はい、では親族の状況のところで、括弧に母です。母は特別障害者でした。で、遺族年金収入が50万ありましたっていうことで、遺族年金収入非課税ですけれども、うち括弧の中ですね、うち甲の母の死亡後に甲に支給された未支給年金12万5000円が含まれていると。で、これに関しては未支給年金に関しては受け取った人の一時所得になっていきますので、甲のところで一時所得で集計していく必要がありました。で、母は遺族年金収入受け取ってて非課税だよということですけれども、他に不動産収入ですとか配当がありましたので、合計所得金額48万超えてきますので、合計所得金額としては48万超えてきますので、扶養控除も取れなくて、結果障害者控除も取れないというところですね。はい、所得控除のところに関しては、基本論点ですが、この未支給年金のところがね、ちょっと細かい引っ掛けのところでした。はい、では、計算に関してはですね、最初にも言いましたけれども、近年珍しい、総合問題一つという形でしたけれども、ちょこちょことこう相続だったりっていうところで応用論点が絡んでいました。相続もね、最近ちょこちょことこう顔を出してきますけれども、ではありましたが、やっぱり基本論点が、基本のところの知識で解ける、点数稼げるところがやはり大半ですので、その基本のところをいかにしっかり取れていたかっていうのが、ポイントになったかと思います。はい、で、譲渡所得のところがね、改めて見るとこういう特例が使えますねっていうふうに見えるかと思いますが、本試験の中でしっかりこう場合分けをして漏れなく適用っていうのは非常に難しいところかと思います。ですので、だからこそ区分計算表ですね、っていうこうのの記載が与えられていて、そこにも配点があるかと思います。わざわざ作らせて、その答えを出すところが難しいので、計算過程により配点をしようとするところかなと思いますので、ああいった問題であっても、こう最後まで諦めずにこう解くというところが大事だったかなと思います。はい、というところで、計算の方はボーダーが30点、合格確実が35点ということで考えています。はい、で、やはりですね、計算と理論とともに全体的にこう基礎でが取れてるかというところで合否が分かれてくるような問題になっている印象です。ですので、こう来年に向けてですね、またちょっと考えている方に関しては、やっぱりこう一回ダメで次またってことになると、応用論点ばっかりこう繰り返しがちになるかと思いますけれども、やっぱり一番大事なのは基礎の部分なので、こう繰り返しの年次かもしれませんけれども、基礎のところを本当にしっかりもう完璧にですね、固めるっていうのを時間があるうちにやっておくといいかと思います。はい、では、本試験徹底検証会の所得税ですね、こちらで終わりになります。皆さんお疲れ様でした。